よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者によるごく普通の方にしむ龍が如く極み通の実況パート24始まるよ。よろしくお願いします。何があったんだ。さあそれではここでこいつを競りたいと思うんですよ。おー、気が良くていいぜこの奴隷は。行きますよ行きますよ、行く行く行きましょう。行きますって。警察であるさやま姉貴を連れて行って良い場所かわかりませんが、とりあえずゆっくり才の河原に急ぎましょう。忘れてるのか。すいません、忘れませんでした。北の世界。あ、今日は行きてえな、どっか女の子に。女の子は泣きそう。おい、む、誰かがキリュウちゃんを呼び止めましたね。見知らぬ人ですが、誰でしょうか。誰だ。お、てめえ誰だ。どうも怪しいと思ったらやっぱりそうだったのか。小牧龍ってことはキリュウちゃんの師匠でもある小牧のじいさんのお弟子さんってことですね。いつもの不老者のおっさん60歳と、先日メールくれた汚れ好きの土方の兄ちゃん45歳っていう噂は嘘じゃねえみてえだな。そうだよ、殺すんだよ、玉を割って。え、何の話した。お、お前みたいな濃い玉を切れる青少年を超絶テクニックですっげえスッキリさせてくれる妖精話だよ。だったら殺せばいいじゃねえかよ。いや、どっちみち殺す気でいるのは分かっている。まさに俺より強いやつに会いに行く、どっかのゲームのキャッチコピーみたいですね。今日はありがとうございました。じゃあ僕帰ります。気をつけろ。というわけで小牧のじいさんに会いに来ました。年配の親父やじいさんのクソが一番だよ。あ、クソ。ご無沙汰です。久しぶりだな、たかし。そう、このじいさんこそがキリュウちゃんに技を教えた師匠、小牧龍古武術の継承者、小牧宗太郎じいさんです。お前何サボってんだよ、稽古よ。じゃあ、特別の稽古つけてやるか。そうですね。すごい変態だな、この親父。なぜで親父な。やべえ、ホワイトマンじゃん。レオン、やめて。レオン、相変わらずじいさん強いみたいですね。チンピラ集団を一人で叩きのめすとは。俺から体の稽古をつけるから力いっぱい死ぬほどでお願いします。まずその服を脱ぎ。叩かねえな。なんだと俺は叩してやるか。そうなんねえな。小牧のじいさんを訪ねた理由ですが、このアルティメットヒートモードといくつかの極み技を習得するためです。どうする。しこたま酒を飲んでから。ケツにおもちゃ入れたまんま。クソだらけでやろうや。このケツは運してみろ。アルティメットヒートモードを習得すると戦いの幅が広がるので、より強敵とも戦いやすくなります。あと技を倒すだけだったのでカットしました。ともかく、アルティメットヒートを習得できたのは大きいです。今日はありがとうございます。次の料理も頑張ります。よろしくお願いします。うん、わかりました。さらにカウンター技の小牧龍抜け返し、銃を持った相手の極み技、小牧龍火縄封じを習得です。うわぁ、疲れたもん。すごい。年配のじいさん二人と。セックス、セックス、セックス。え、何？俺セックスしてって。おっと、ここでまさかの小牧じいさんとの組手、老人虐待とか言われないか心配になります。ああ、そうだ、逆にしてみると。どうしてですか。お前のことが好きだったんだ。あっ、好きなんですね。邪因についてお話しします。邪因というのはね、邪因というんだ。邪因って邪因を邪因というんだ。どういう意味ですか。ああ、ダメダメダメ。強くされちゃう。そうですね。そうですね。その通りかもな。確かに、弱い相手に無双も退屈、強敵との戦いの方がやっぱりやってて楽しいです。そうだな。そうだな。そうですね。はい、そういうことでしたか。やはり
じいさんが戦いたかっただけ、どこぞかの戦闘民族みたいな、そういう理由でしたか。やっちまうぜお前。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。やだやだでしょ、やだ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 、ねえ、おのぶる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 、やだうっさー、うっさー、うっさー。というわけで、小牧じいさんとのバトル始まるよ。じゃあまずは核の基本の清潔から教えるから。はい、あー、はいはいはい。怒らしちゃったね、俺のことね。俺そのこと本気で怒らしちゃったね。やりますね。なんかズドンとぶち込まれたことあるの。まずしてんじゃねえよ。あー、痛い痛い痛い。この技は虎落とし、というかその技を今すぐ教えてほしいのですが。なんてなさい、ほんとに結構弱いんですけど。あはそれかやめろ。ちなみに動画的に退屈なのでしませんでしたが、掴んでから殴るだけで簡単に勝てたりします。やるな。ねえ抜いたらもう、ねえ痛い。ねえ無理無理。視聴者の皆様、大丈夫、最後の一発決めてやるよ。ほらやったぜ。小牧のじいさん、ヒートアクションが使えないのもあったとはいえ、かなり強敵で強かったです。お前いつかそんな気分したんだったんだ。じゃあお兄さんのお家行こうか。じゃあ お風呂とか。風呂入ってそこへしましょう。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。ところで修行終わってしまいましたが、小牧のじいさんはまだまだ修行するの。岡山の県北にある川の土手の下です。俺が捕らえられていた場所だ。今日はありがとうございます。すごい変態だな、この親父。なんだかんだで、まだまだ元気そうなじいさん。またいつか、会う日が近いような気も、しなくないですね。あとで楽しみにしてね。さて、そろそろ祭の河原を目指して、おっと、早速修行の成果を試すのに良いサンドバッグが来ました。どういうことするんだよ。岩山のいじめはやめるんだ。田村さん、ご無沙汰です。気が正しくない。田村さん、まだこの町にいたみたいですね。今後、何らかの形でお世話になるかもしれません。今、何でも作って言ったよね。違う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 。わあ、これがSMルームですか。だから違うって言ってんじゃん。え、そういう意味。ああ、やっぱここか。いい匂いだ。ここなの。ここ俺も初めは信じられなかった。どうぞ。ここは金箔されたい、金箔ショーを見たいというお客様が集う会員制のバーです。いつもの不老者のおっさん、どこ行っちゃったんだろう。おかしいな。あれおかしいな、誰もいないな。どうなっちゃったんですか。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの。不老者のおっさん、ホームレスのたまり場だった。たまってる匂いがするな。何かの工事をしているようね。ああ、田所工事。久しぶりですね、キリュウさん。ゲーリー。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。どうぞ、こちらです。ゲイリー、お前もいたのですか。デカヘルメットがこの後のネタバレになってて台無しです。この辺にうまいラーメン屋の屋台来てるらしいですよ。ガチガチだよ、どうなってんだ。お兄さん、私と遊びましょうよ。地下にこんな街があるなんて。驚くのはまだ早い。地上は何かの工事現場となっていましたけど、地下の大遊郭に関しては健在となっているみたいですね。お前に銃は何なんだよ。いいかな、こっちで。こっち行ってみたいんだ。こっちの穴なんかさ、すごいんだぜ。ここは金箔されたい、金箔賞を見たいというお客様が集う会員制の。嘘つかんでいいよ。あー、いいね。おー、いいね。いいね、やりたいよ。この辺がちょっとセクシー、
ちょっとそこの君、名前は、といったところで、今回は終了となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり！